お客様の生活の中で欠かせないものだなと実感していただけたことを私が知った時が一番やりがいに思います。私の名刺を片手にご来店していただけるお客様がいらっしゃることです。来店されたお客様へのフォロー、また購入後のサポート、スマートフォンの教室などを行い、お客様へソフトバンクの新サービスを紹介しております。一人で過ごすこともあるんですが、クルーと休憩が重なった場合は会話することを意識してコミュニケーションを図っております。こういうのも確認ができるようになっているので、私自身の取り組みを自身の取り組みにとどめてしまってたことがありました。やはりそれを一人でも多くのスタッフに引き継いでいき、一店舗でも多くの店舗でそれを取り組むことによって、一人でも多くのソフトバンクのファンを増やすことを学びました。全国にいるスマホアドバイザーの中で、実績を一番取ることを目標に掲げております。そのためには、私自身が取り組んでいるスマホ教室をもっと拡大していき、一人でも多くのお客様に参加していただくことを力を入れております。やりがいやはりお客様からありがとうの一言を多くいただくことができるときですね。主にスマホ教室を行っております。その他にも購入後のサポートだったり、新しいソフトバンクのサービスをお客様にお伝えする業務を行っております。これからスマホ教室やります。普段3名から5名ぐらい。ああ、いいですよね。マップの部分もやっていきますので、やはりスマホを楽しんでいただくということが私たちの目的なので、私たち自身も楽しく仕事をするということは意識しております。先輩社員の方たちも、女性に優しい会社だよねっていうのを結構聞くのと、福利厚生はもちろん女性の方でも管理職につけるいい会社だなと思います。愛されるソフトバンクを作り上げていくためには、スマホアドバイザーの存在必要不可欠だと思っているので、動員に備えて研修の環境というのは整えているところです。今までできなかったことができたって、お客さんがおっしゃってくれることですかね。お疲れ様です。今日も楽しく働けました。笑顔で帰っていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お客様からだけではなく、社員の人からも愛される会社だと思います。どんな時でも変化を楽しみ、チャンスと捉え、全力で挑戦し続ける会社だと考えております。